皆さんこんにちは次のセッションまもなく開始いたします次はリーダーシップパネルになります私たちと臨むインターネットに関しますペーパーの発表になります ありがとうございます皆さまお申し頂きましてありがとうございますちょうどギャラディナーとの前のセッションということになりますが、えー、いいセッションになることを期待しておりますまず紹介になりますリーダーシップパネルではこれは国連の国連、えー、8月に事務総長が作りましたものでマルチステークホルダーのボディといたしまして このの IGF を強化すするための取りり組みになります3つのファンクションがありまして1つは戦略的なインプットを提供するものそして IGF に対しましてアドバイスを提供するものそして IGF の,のアウトプットに関しましてマルチテコーダーのエンゲージメントそして IGF の資金調達の取り組みに関しましての。 ディスカッションそしてもう一つアウトプットのアイディアというものを他の2つのフォーラーに対しましてどのようなものにしていくのかということそしてまたその2つのフォーラーから IGF にどのように戻してくるのかということこういった3つのその機能をこのリーダーシップファルではディスカッションすることになっておりますマルチステークホルダーのアドバイザリーグループの中でこのようなディスカッションを行っています。 パネルには十人のメンバーがおりましてフィンセフと我々のバイスチェアがマリアレッサーレス後ほど自己紹介をお願いしたいと思いますそれから五人のもっとオフィシャルのメンバーになりますが一人はテクノロジーに関します事務総長のエンボイそして今現在のチェアそして三人の今現在の ホスト IGF の方々になります前のホスト IGF に関しましては前のホストそれから次のホストですね前今そして次の IGF のホストということでそれぞれ1名ずつで3名になりますではリーダーシップパネルのチェアにマイクを出したいと思いますヴィンセフさんの方からお願いいたしますありがとうございます皆さんこんにちは お待いいたまましてありがとうございます少し準備に時間がかかりました。1、えー、つ席が空いているようですけれども、お、え、そ、ー、らく我々のテックエンボイアマンディの方が後ろ参加されると思いますで。我々はそのペーパーに関しまして皆様にお話をしたいと思っています。レーダーシップパネルの方でこの数ヶ月の間ディスカッションしてまいりました。これを我々は私たちと望むインターネットと呼んでいます。強調したいのは インターネットというこのコンテキストの用語というのは単にコンピューターにつながるということではなくてインターネットをこの50年前にこのインターネットのプロジェクトを最初に開始した時にえー 考えていたものとは違いましてそして50年経ちまして今あらゆるものがつながっている私もそうですし皆さんもそうですし IoT もそうですデバイスもそうです事業もそうです政府もあらゆるものがつながっているというのが今現在の状況になりますで、これが我々が望んでいたものに完全になっているわけではありませんしまた常にこれが有用なものでもないということもありますそこで今回 インターネットというものを少し広い視点から提供したいと思っておりますしそのようなディスカッションに皆様にも是非ご参加いただきたいと思います IGF は皆さんご存知のように18年にわたってさまざまな活動を行ってまいりましたその間にインターネットとともに IGF も進化してまいりました今後も進化は続くと思いますし またニーズを満たすような形で進化をするべきだと思います。今、デジタルの環境も成長しています。そして私は IGF というのはまた、アソロ事務局もそうですし、今な皆さんもそうですけれども今後もニーズを満たすような形で進化をしていくということに関しまして自信を持っております。また ちょうどポールさんが真ん中にいらっしゃいますがマグのチェアでまもなく人気が終了するということになります。で今週末までは人気は残りますけれども彼のこれまでの貢献に関しまして拍手をしたいと思います。でポールさんはさまざまな成果を出してこられましたし。 本当にアクティブに事務局の方をサポートしてこられましたそしていくつか具体的なことに関しまして申し上げたいと思いますこのペーパーについてですねそしてその後パネルメンバーの方々にそれぞれ個別の発言をお願いしたいと思っていますまずペーパーに関しまして私たちの望むインターネットというペーパーですが ここで明確化しようとしているのはまずホールということですつながっている全体であるということですでこの重要性その接続性の重要,重要性に関しましてこれを、えー、コンピューターもそうですしコンピューターベースの間のその接続性、えー、1973年、えー、当時からその接続というものをどん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 ,どん拡大してまいりました。そして元々は アメリカのその防衛システムとして作られたインターネットだったわけですが、まあ、これが今では誰もが使うようなテクノロジーになっているわけです。そしてより強力なツールになってまいりましたし、また一方で課題も大きくなってまいりました。なかなか管理が難しくなってきたということです。我々はできるだけオープンにということも考えています。繰り返しですけれども、これがどうした重要かと言いますと、自由な情報の流れ、 今朝もお話がありました最初のセッションでもディスカッションしたところです。これがシステムを有用にするということです。情報の流れがなければこれは何もその有用なことをしてくれません。インターネットはもう何もその機能は果たさないわけです。そして一方で求めていないような 結果も生ままれてきてきいます本当にもう巨大な接続性があることで,で人々がつながる中でこのテクノロジーを使って増幅作用というのも見られますしまた全員の利益にはならないようなことも起こっているわけです。なのでインターネットに関しましてはまずホール全体であるそしてオープンであるということですねこれをこのペーパーで 最初に明確化しておりますそしてこのペーパーというのはここでもう固定というわけではありませんリーダーシップパネルというのは今後の IGF の進化とともにインターネットの進化とともにこのペーパーも将来に向けまして将来予測しながら将来的にまだ変更を加える必要があるということを予期しながら作っているペーパーということになります。では マリア・フェルナンダさんからお話をいただきたいと思いますもうすでに今日も何度かステージに上がっていらっしゃいますが ICC のボードチェアでいらっしゃいますで、マリア・フェルナンダさんからはインターネットの包摂的なまた普遍的な側面に関しましてお話をいただきたいと思っていますそして 他のパネルの方々からもインターネットの他の側面に関しましてお話をいただきまして、えー、その後全体でのディスカッションにしたいと思っておりますではお願いいたしますありがとうございますまずインターネットの一つの主要な、えー、特徴としましては、えー、普遍的かつ包括的というものがありますあらゆる人に対してです農業ヘルスケア製造エネルギー 教育いろんなところでインターネットというものは人々のつながりというものを変えてまいりましたまた政府そしてビジネスに対しまして勉強を与えてまいりました普遍的な接続性があることで経済開発が可能になりますしまたヘルスケアも教育も改善できますまた情報へのアクセスがイノベーションを育成するそして社会的な包摂性というものを高めるということになりますこのようにインターネットというのはそのアクセスを変えしてまいりました 26億人の方々が一方でまだ接続されておりませんまだオンラインができないそのということになりますすなわちインターネットにアクセスするだけの十分な豊かさがないということだとかまたこの接続性を高めるためのさらなるそのポリシーが必要になるわけです単にインフラを提供すればいいというかではありません場合によっては デジタルテクノロジーを使うためのスキルが欠けている場合もありますそれからまたオンラインに接続する理由がないという人もいるかもしれませんすなわちそこのそこに入ってもデジタルテクノロジーを利用してインターネットの中に入っていっても求めているようなコンテンツがないような場合もありますしまたその自分が読める言語によってコンテンツが提供されてないということもありますなのでアクセススキルそしてアプリケーションそして デジタルデバイトが生まれているわけです。で普遍的かつ包括的なものにするためには政府民間市民社会そして民間セクターあらゆる方々がここに関与しそしてインターネットのアクセスというものをメリットがあるそしてアフォーダブルなものである。 というものにしていく必要がありますそして意味がある接続性を確立するためにはあらゆるステークホルダーの方がどのように情報そしてコミュニケーション技術というものが機能するのか実践の場でこれを理解する必要がありますその ICT のエコシステムにおいて関連する政策の枠組みを設けインターネットの接続性が ライトタッチのポリシー、そして規制の基盤の上でにできてそして普遍的かつ包摂的な接続性の中でさまざまなイノベーションを経済成長というものを促進するそしてまたデータドリブンであって相互作用性 というものを設けそしてスタンダードを設けそしてデジタルバリューチェーンあらゆるところに投資をしていく必要があります我々の望むインターネットのペーパーにおいてはゴールというものを設けますその中で、えー、普遍的で意味のある接合性ということを謳っています新しいテクノロジーの採用そしてスキルギャップの問題を解決するということを謳っています IGF のコミュニティは このようなゴールを形成しそして指標というものを設けその進捗状況というものをモニタリングしていくということができますそしてこれをどのように前に進めていくのかということを皆さまとディスカッションしたいと思っていますありがとうございましたマリアさんまあ、常にお話になる内容というのは非常に思想が深い内容になっていますまた私たちは進むべき方向に対する課題も 網羅させていいると思いますではマリア・アレッサさんインターネットの,この自由に流通するそして信頼性のあるものということでマリアさんオンラインのこの環境の中でさまざまな困難に直面されていますのでマイクをお渡ししたいと思います。 これはあの私たちが設定した五本の柱ですで私はこのグループの,その総意を代表してお話ししたいと思いますデータというのは流通しますデータというのがインターネットの,その心臓部でありますしかしそれは自由に流通されなければならないですし そして国境を越えて信頼できる形で流通されなければなりません。私たちが必要とする公共サービスビジネス的な機能そしてコラボレーションこれは個人のあるいは非個人のデータもそうでありますけれども持続可能でそしてレジリエントなそういうのようなあ。 データでなければいけないわけですで、データを操作するということは私たちが崩壊することにもつながりますではどうすればこう信頼を担保することができるのでしょうか政府が堅牢で包括的なコミットメントを採択することによってま個人の自由も保障されますしあるいは プライバシーの基本的な権利も保障すするわけです政府は相互運用可能なファク組を構築することによって国境を越えたデータの流通を可能にします。これが私たちがすべて総意で設定をするそういったデータの共有などの要件になるわけです。これは データを保護すするとといいううう視点にののっとってのそういう意味でありますマリアさんあなたの話を伺うたびにいかに私たちがあなたの経験に耳を傾けることが大事かということを思い起こさせてくれますそしてこの信頼ということをこれは非常に維持するのは難しい失うのは一瞬だということです。 えそして最も深刻なのは信頼をこのシステムの中にどのように導入するかということです。最も大変なのはこのテクノロジーが信頼を自動的にそのまそこに埋め込むということをするわけではありません。信頼というのは 一瞬にしてまそこに自動的に作られるものではありませんえそしてやはり当事者をどうやって識別するかということも大事ですし私たちはその情報のまソースがわかるからこそ信頼ができるわけですえしたがって私たちが 求めるようなこういったオフラインで確立してきた信頼といったものに匹敵するような信頼を構築する必要があります。この安全性であったりセキュリティということに関しては EU のこの安全とそして安心についての専門家であるリーサさんに お話しいいいたただきたいと思いますサイバーセキュリティというのはもう何年にもたって私が非常に関心を持ってきたテーマであります。この非常に高名なパネリストの皆様とともに大事なこのフォーラムでお話できるということは皆さんそれぞれ異なる背景を持っていてそしてインターネットに関する理解も違うかもしれません。しかしか 私たちの生活人生がよりデジタル化するという中でサイバースペースがサイバー空間が安全であり安心できる場所でなければならないわけです。インターネットといっても全てがデジタル化しているということでこれはインターネットを超えたものであります IoTAI などこの私たちのソフトウェア の根底にあるもの車銀行全てがデジタルに依存していますインターネットに依存していますしたがってこれがきちっと機能しているということを確保する必要があります必要があります。でえー、今日 テクノロジーというのは人々のために作られているものであり人々に価値を与えなければいけないということをクリスティさんが言っていましたしたがって安全で安心でなければいけないということでそこそれこそが根底になければいけません。サイバーセキュリティを強化するということは極めてこのリーダーシップパネルの中での重要なテーマになっています。 しかしそのオープンといったところを決してその犠牲にすることなくセキュリティを確保しなければなりません。インターネットのエコシステムの中でこのセキュリティは大事でありますインターネットが安全で安心であるということと同時に私たちがそれを実現するために 意を結集しななければなりませんですから私たちはゴールを設定しそして堅牢な枠組みを構築する必要があります法的な制度であったり国境を越えたサイバーセキュリティへの対策なども必要になります。これは まあいろいろ議論をしその措置については私たちが力を結集して作っていかなければなりません以上ですありがとうございましたリッサさんありがとうございますで強調したいのはソフトウェアという言葉を今リッサさんお使いになりましたこのお部屋に集まっていらっしゃる皆さんにとって 大事なのがこのインターネットというのはソフトウェアによって作られているというものであります。非常に多様なエコシステムです。で、このソフトウェアというのは人間が作り出したものです。もちろんこのその LS などのまプログラムなどは別かもしれませんけれども、ソフトウェアというのは完璧に。 とといいうことは難しいんです多様なエコシステムというふうに申し上げましたけれどもいろんなデバイスがインターネット上にはあるわけでありそこには単一の統一されたシステムがあるわけではありません。非常に多様なエコシステムソフトウェアのエコシステムなわけです。 ですから必ずしも完璧に作用を作動するというわけでは機能するというわけではありません。安全で安心というものを必ず保証できるかというとそうではありません。インターネットというのはもし完全に安心で安全だったとしても今マリアさんが言ったような問題からを回避することはできないと思います。 例えば誤情報であったり偽情報だったりそういったものというのはどっちにしても流通されてしまうわけですから安心安全だけでは十分ではないということになるわけです。ということで権利,と権利を尊重するということに関してグベ,さんグベンガセサンさんにお願いしたいと思います。この、まあ ナイジェリアのパラダイムで力発揮されている方です75年前パリでいろんな国各国そしてセテクホルダーが一つのことに合意しました。でその合意したことというのは人権です。 その七十五年にいろんなことが変わりました一つだけ変わっていないのは人間の尊厳というのがその中心にあるということでありますインターネット私たちが求めるインターネットというのはやはり人権を尊重するオンラインでもオフラインでも人権を尊重するということに尽きると思いますすべての表現においての人権ですデジタルデバイスあるいは まだ存在しないデバイスも含めてとということになりますインターネットでいろんなこういった障壁を作ってしまうというのはよくないわけですけれどもしかしこのインターネットガバナンスの中で人権を尊重するということはこのインターネットの恩恵をフル完全に享受するために必要であります。 インターネットを活用していろいろなことができるわけですけれどももし権利が尊重されなければそれは可能ではありませんこれは教育への権利もしっかりであります3年前私たちは学びましたオンラインで学校に授業を受けることが必要になりました子どもたちは まあ学べる内容を学べなかったまたスキルに関してもきちっと習得することができなかったということがありました。教育だけではなくて公共の場面に参加すること例えば集会の自由これも非常に重要であります。それを規制するものは 私たちが対処しなければいけないことです。また情報へのアクセスもちろん私たちが求める情報だけではなくて全ての情報ということになります。ビジネス 全ての規模のビジネスの権利も尊重されなければなりません全ての規模のビジネスということです小規模のビジネスもあるわけです彼らは自分たちの権利のために戦ったりしなければいけないわけですだからこそ全てのステークホルダー政府から市民社会から民間からテクニカルコミュニティからマスコミ全てのステークホルダーは ゴールを設定して人権ベースのアプローチをインターネットガバナンスで推進なければなりません。デジタル権利というのはこのオンラインの空間で私たちが尊重しなければいけません。75年前人権宣言がされましたその時に私たちが分かってなかったのはこの人間の尊厳というもの。 が中心になければいけないということオンラインでもオフラインでもそうです今のお話を聞いておりまして本当に熱意を持ってお話をいただきましたけれども私こういったお話を聞く中で結論として美川がおっしゃったことを求めるとすれば我々はこのお、い出 目標にえおいてパーフェクトということはありえないので常,常に改善をしていく必要がありますこれはインターネットの革新に関しましてもそうですしこれをできるだけ求める結果を出す方向に我々は常に努力を続ける必要があると思いますでは古い谷さんからお話いただきたいと思いますどういった問題を持っていらっしゃるのかエチオピアにおいてどのような問題があるのか ステートミニスターでいらっしゃいますけれども今現在ですね大きな責任になっていらっしゃいますでは、えー、ファファリアさんの方からインターネットを利用できるようにするためにどういった課題が今ありますでしょうかありがとうございますまずまず、えー <laughs> 議長に感謝申し上げますインターネット私たちの求めるインターネット私の国においては私はアフリカに暮らしているわけですが私が必要我々が必要にしているのは世界の他の国々と同じように接続性を確保するということです。これが我々の国の優先課題であります。どのようにそれを実現するのかどのように接続性を を確立していくのかこれを実行していくためにまず一,一番最初に考えるべきはインフラを考える必要がありますインフラを提供する必要があります国インターネットへのアクセスを国民全員に提供する必要がありますこれは私これだけではなくてアフリカ大陸全体においてですそのために共通のインフラを必要としています あらゆるる国民ののアクセス性を改善するための共有のインフラです共通のインフラがあれば共通の共有のまコンテンツもできてまいります。今現在アフリカにはさまざまな国が存在しさまざまな社会が存在しています。大変多様です。特にチアピアにおいては18以上の言語があります。 インフラを設けるそしてそれぞれの言語でコンテンツにアクセスできるようにしていく必要がありますインターネットのアクセスそしてインターネットのコンテンツにも目を向ける必要がありますそのためにはデジタルスキルが必要になるわけですそのスキルの育成スキルの開発スキルのレタらしい。 こういったものが必要になりますレタらしいがあればそのテクノロジーを利用してテクノロジーから学習することもできますしそのテクノロジーを作ることもできるわけですすなわちそのテクノロジーの意味を理解するまず一番最初に繰り返しですけどもインフラになりますそれは接続性を提供するものであるそしてパワーを提供するものであるそして次に 我々にとってうまくいくようなインフラにするということそして実現可能にするためのシステムですデジタル ID デジタルペイメントサイバーセキュリティというようなものですインフラのあとこういったものも確立的て必要がありますそして3つ目にプラットフォームですこれも大変重要でさまざまなテクノロジー アクティビティイー、e ガバメント、e ーサービス、e コマースというものを提供するためのプラットフォームです。そこでエコシステムが最も重要になるわけです。私たちは人を中心に、人々を中心に、人中心のインターネット、そして、 スキルデジタルスキルを育成するということそして使いやすいテクノロジーを提供する我々はそういった今活動を行っています必要なスキルを獲得できるように人材の育成に取り組んでいますテクノロジーを使うためのスキル この育成を今行っているわけですエチオピアにおいてすでにデジ,デジタルエチオピア2025戦略というものを策定していますこの中に四つの柱がありましてインフラコネクティビティそして電気通信の自由化さまざまな電 電気通信事業者を国に招いてくるということも行っております。そうすることでサービスのクオリティを高めようということを行っています。インフラだけでは十分ではありません。クオリティサービスのクオリティが必要になります。インフラがあってその上に質の高いサービスを提供する必要があります。そして意味のある接続性です。意味のある 接続性というのはインターネットのクオリティもそうですしそしてサービスのクオリティもそうですしまた、えー、モバイルサービスが利用できるような、えー、接続性そしてまたアフォーダビリティ、えー、すなわち、えー、廉価に利用できるということが重要になりますインフラがあってサービスがあってでもそれが高価で使えないということであれば全く意味はないわけです使いませんなので えー、廉価である必要があります価格だけの話ではありませんこれはデバイスに関しましてもそうです利用するデバイスに関しましてもそうですそこでたくさんの投資が今後必要になります妥当な、えー、デバイスというものを提供するデバイスに関しまして妥当な価格で提供するということそして、えー、繰り返しですけれどもコンテンツが重要になります そういった点で我々は今様々な取り組みを進めているわけです国のレベルではこのような取り組みですエコシステム我々の例えば金融セクターをサポートしそして革新的なサービスを提供することができるようになるで最新のテクノロジーを開発するまそれをサポートする ための取り組みですそしてそういった調整役を我々になってるわけです共通のゴールというものを持っていますより良い世界にするより良い社会にする人類全てに対してですこれが我々の共通の目的目標ですそのためには共同そして協力が必要になりますより良い世界にするあらゆる方々のより良い世界ですそのためにつながり合うということです これまで接続されていない人々をつなげるということです大きなこれは数字になりますでそれを接続しなければならないということでそのためにも協力が必要になりますありがとうございますありがとうございました今そのある国のその問題というお話がありましたけれどもメチオピアで起こっている問題というのはこれは まずあらゆるところでも起こりえるということであってエチオピアの問題が解決できれば世界中の同じような問題を持つ国々を助けることになるということになります。では欧州委員会オーストリアのフェデラルカウンセルからご参加いただいておりますけれども先ほどお話がありましたがカーリーさんの方からお話をいただきたいと思います。 私たちの望むインターネットですがその議員としてどういった視点を持ってらっしゃいますでしょうかビントさんありがとうございますまあ、少し大きな視点でお話ししたいと思いますまあ、これまで私が話してきた内容に関しましてまず我々の取り組みに関しましてご紹介したいと思いますそれが今世界です広がっていますまず一番最初にオンラインで議論を開始いたしましたこれは一般的な ああ IGF のリーダーシップパネルですから当然のことかもしれませんで。お互いに知り合いでなければ、まあ、こういった議論は難しいわけですけれども特にコロナの間は直接会うことができませんでしたので、まあ、少しも議論も難しい側面はありました。でも今現在はお互いに、えー、よく知り合いになっておりますので、えー、エチオピアでもそうですし、えー、実際にその対面での会合も行ってますウィンの方にも参りましたそしたそて次のイベント ゲントがあってジュ,ネジュネーブがあってそしてゲントがで会合を行いますで今回は東京ということになります、うん、そして、えー、間にさまざまなそのステップを経てまいりました私たちの望むインターネットに貸しますペーパー先ほどマリア・レッサーが説明がありましたような柱というものがあるわけです特に適切、えー、なアプローチそして人権 のアプローチが重要だと思っていますそのためには規制も必要ですしイノベーションを止めない範囲での規制というのものが必要になりますそして市民社会においてはそういった意味での認知度も高まっています AI のテクノロジーが登場することで様々な AI のアプリケーションが生まれてきています 我々の,そのマンデートを満たすために来年の8月に会合がまたありますけれどもデジタルグローバルコンパクトに関します我々の,その意見の提供というものもありますのでさらなるその会合の加速化ということが必要になりますがまた AI というものは一方でテクノロジーがどんどん加速しておりますから我々の,その議論というものも加速していく必要がありますそのための皆様の貢献を期待しております。 カロリーナさんありがとうございましした最後の点に関してです皆さん聞いてらっしゃる、えー、皆様もまた IGF の、まあ、いろいろなところにアクセスしていらっしゃる皆様、えー、このペーパーなんですけれども皆さんの原理原則そして抱負そういったものがきちっと反映されなければなりませんもしそうでなければぜひご意見をお聞かせいただければと思います、まあ、批判でも結構です。 さて、あと何名かスピーカーがいらっしゃいます。六時十五分までと言われていたんですけれども。まあ、ちょっと。少し。吉田博さんにご発言いただきたいと思います。まあ、今回の日本のホストという立場だと思いますので。え、素晴らしい今回。 受け入れをしてていいいただいています素晴らしいこの環境でそしてここでここでででの会議開催できること大変光栄です吉田さんがこのパネルに関わってどんなことを学ばれたのか日本におけるインターネットの状況についてもそうですしまあこのインターネットについて私たちが求めるインターネットについていかがでしょうか ありがとうございます。ビントさんありがとうございます。まずはじめに、えー、京都に皆様を歓迎したいと思います。これはあの京都というのは、えー、古来の古来の古代のとしてあり、皆さんにもぜひ、えー、京都を楽しんでいただきたいと思います。私我々が求めるインターネットですけれども、インターネットはまあ、この1,50年なぜこのように発展してきたのでしょうか。 オープンでそして自由なネットワークシステムでありますしそして中心的な概念は人間中心ということであります人間中心のネットワークということでありますもう一点なぜインターネットガバナンスフォーラムこの IGF ですがなぜこれほど多くの人を引きつけるのかと いうことで、これはマルチステークステークホルダーのアプローチを取っているからです。まあ、どんなステークホルダーであっても、集まってインターネットを改善向上させる。改善するというテーマについて話し合うことができるわけです。より多くの人がディスカッションに参画するということを、今年は8000人以上が登録を実装しております。6000人が。 8000人のうちの6000人がこの対面形式で会場に集まっています。70%、80%の参加者は海外から集まっているいらっしゃるわけです。この二つのコンセプトが大事です。たくさんの課題がもちろんあります。先ほどのスピーカーの方もおっしゃっていたように、まあ信頼を醸成するその過程にあります。 この G20 で日本 G20 大阪で2019年日本が主導しましてこの自由に流通するデータのテーマというものを推奨しましたけれどもこれを実際運用に移していかなければなりませんデータフローというのは信頼に基づいてということになるわけですそしてその中にはサイバーセキュリティや まあ新たな課題というものがいろいろと入ってくるわけです。えそれも当然網羅していかなければなりません。えまた新しいテクノロジーも出てきているわけです。多くの進化が見られます。もちろん例えばネットワークのシステムというのは固定からモバイルにと移行しています。 それから地上ではないいわゆる衛星のものもあるわけですしそしてより新しいハープサハイというより高度なところがから提供されるそういうサービスもあるわけです多くのま課題も当然ありますまこの生成 AI ではたくさんの課題があります 非常に長い話し合いいが始ままっていますしかしテクノロジーはものすごいスピードで、まあ、その進化をしています。この短い時間軸の中でこの課題を解決するあるいは話し合っていかなければならないわけです。新しいテクノロジーも出てきているそしてたくさんの課題がある。 しかしそのの基本的ななコンセプトとといいいいうはは変わってはいけないと思いますそれが1点目に申し上げたオープンでフリーということで人間中心マルチステークホルダーのアプローチこういった概念というのは維持しなければなりません。それこそが基本的なインターネットに関する概念だと思います。吉田さんありがとうございました あの今おっしゃった内容ですが IGF には非常に大きなまポテンシャルとキャパシティがあるということをおっしゃっているんだと思いますこの期間まあこの IGF というのは本当に意味のあるそういった集まりだと思いますさて2人のスピーカーにお願いしないといけませんポールさんは2年間 議長を務めてくださいましたマルチステークホールアドバイザリーグループの議長を務めてくださいましたけれどもポールさん未来に向けてこのグローバルデジタルコンパクトそして将来の計画 にに対すするまな予測についいて少ししお話しいただけますか IGF が今後どういうふうに進化していくのかということで後継の方は IGF をより大きなアジェンダに,こうに、まあ、していかなければいけないということですからそれについて何かを 言及していただけますでしょうかマイク入っているでしょうかありがとうございます最も大事なことはこれはプラットフォームだということですで、このプラットフォームというのは複数の目標を同時に達成することができます 良いことのためにあるいはそう。それほど良くないことのためにもなってしまいますえ、創造性であったり、コラボレーションであったりその仕事の倫理だったりえ、そしてそのゴールの中心にある人間え。それから投資。によってその結果が生きてくるわけですえ、周りを見渡します。と、この igf が始まった時え、非常に、ま。あ 今日も非常に熱意を持ってお話しいただきましたけれどもでまあ登録の先ほど人数8,000人以上というふうにおっしゃってましたそれこそがまあ光を放つそして人類の向上のためになることだと思います。プララットフォーームコラボレーション 何でもできるということまあ意思があればできるということを象徴しているのではないかと思います。意思ががああれば道があるとい,うことだと思いますでこのセッションの最後のスピーカーということでテックその事務総長のテクニカルエンボイということでこの さまざまなデジタルオンラインの環境のを実現するためにグローバルデジタルコンパクトにも携わって くださってきたわけで私がまあ説得をされて IGF というのがまあよりよく機能しまあこの18年間よりよく機能するようになりそして役立つということが実証されてきたわけでありますこのデジタルグローバルデジタルコンパクトのコンポーネントもそうですけれども二人の,このデジタル コンパクトのファシリテーターと午前中にお会いしましたけれどもこのリーダーシップパネルの中でもそれを続けていきたいこのお二人のファシリテーターと話していきたいと思います IGF についての見解といいますか意見をぜひ 聞かせていただきたいと思います。より建設的な目標のためにはどうすればいいかということをお聞かせください。はい、ビントさんありがとうございます。ま同僚リーダーシップパネルの同僚の皆様とともに、IGF の役割とデジタルコンパクトのまそのコンテクストということで。 私たちが求めるインターネット我々が求めるインターネットについて一言申し上げたいと思いますインターネットというのは素晴らしいグローバルリソース資源だと思いますで、定期的にこれはリフレッシュしていかなければなりませんま今日私たちがあ、ま複数の関わりいろいろなステークホルダーを通してこう関わってきたことを 常にリフレッシュしていいく必要があるととうことでオープンで自由でそして安全で安心人間中心のデジタル未来のためのこれはフォーラムであるわけですからこのグローバルデジタルコンパクトということを事務総長が提唱されていますけれどもこれは共に。 共通のグローバルな枠組みを採択するということでありますデジタルフューチャー来年9月に未来サミットが開催されます IGF は非常にユニークなマルチステークホルダーのまフォーラムでありますそういったユニークなグローバルな資源 を持ってているそそしてその特徴も非常にユニークですまた参加国を見ても日本のホストの皆様非常に誇りに思っていただけると思いますけれども非常に多様な参加者が集っておりますしそしてこの部屋このホールに集まっている皆さんを見てもこの IGF というのは中心的な役割を グローバルデジタルコンパクトの実施の上で中心的な役割を果たしていくことになりますマルチステークホルダーというのがやはり大事な要素でありますそうでなければこのグローバルデジタルコンパクトというものは実現できませんで、将来,来ということを考えたときに IGF というのは大きな距離を果たしていくことになりますしこれは国連がまあそう作ったものであります非常にユニークなフォーラムであります で唯一、公共政策インターネットの公共政策について話し合える唯一の場所でありますしインターネットというのは今後も私たちのこの生活の中で大きな役割を担っていくわけです。明日全体会議がががありまますす事務総長ののメッセージというのが発表されますそして 事務総長は IGF へのサポートを発言及についても言及されると思います将来的にはどういう役割を果たすかということについても話すことになると思いますアジサバアベバのデジタルコンパクトの会議へのインプットもありがとうございましたまた今週今日からこれを今日ゼロ日目ですけれども 次のデジタルコンパクトに向けてのさまざまなフィードバックをいただくことになります。この未来サミットに向けてということになります。ありがとうございます。今、ステージにいらっしゃる方々何かまだおっしゃりたいことはあるかもしれませんけれども、時間を見ますと、時間はオーバーバしているようですから私もミーティングがありますので、 パネリストの皆様に感謝の拍手をしたいと思いますそしてまたご参加の皆様にもお感謝を申し上げたいと思いますこれまでの皆様の貢献に関しましてそして今週の貢献に関しましてもそうですしそして将来の貢献に関しましても感謝を申し上げます本日はご参加ありがとうございました